こんにちは。こんにちは。今回は重大発表があります。僕らは関係ないのですが。いや関係あります。関係ありますか。はい。じゃあ僕らも関係あるのですが。はい。江頭優也。はい。29歳。はい。CD を発売します。そうです。釣岡の CD が発売決定しました。はい。皆さんやっとお待たせしました。やっとできた。やっとできましたね。やっとできました。1年。遅かったな。本当かかった。で、それに伴い、はい、イベントを開催するそうで。そうです。なるほど。これ映画ちゃんが一人で全部動いてたからね。ええ。俺何もしてない。いやいやいや。映画ちゃん一人で飛び回ってた。いやいやそんな。北は福岡。近いな。南はそうだ。2県をまたぐ。結構近距離を。で実現します。します。7月23日。日曜日、ポイントトス商工団地店さんにて江頭優也 with 釣岡でしょうトークライブ&ライブをやります。トークライブ&ライブ&トーク、いやきっとそうなる。先着500名限定という混雑がですね、予想されますので、お店にもキャパがありますので、ちょっともっと来てほしいけどこれぐらいかなっていうところで、ちょっと先着500名限定ということにさせていただきました。釣岡でしょうのテーマも、販売するんですが、こちらも500枚限定販売させていただくこととなっております。発売日ぐらいですか、これイベント発売日です。すげえ。リリース日です。リリース日にイベント、インストアライブですね。イエス、インストアライブっすよ。ナウオンセールですね。ナウオンセール、ソールドアウトですね。はい、それ目指します。あと一つ目玉商品がありますね。おお、はい。いや、これはもう僕も欲しいです。ください。買います。何ですか？ガバチョフロッグ釣岡くん。おお、釣岡からのガバチョ。はい。数量限定で、まだちょっと数量を確認中らしいんですけど、販売されるということで、500個来るかな。500個来たらやばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。それやばい。もうそこはもうちょっと未知の世界なんですけど、でもこれお一人様一つっていう感じでさせていただきますということでした。でイベントスケジュールなんですが、1時からイベント開始しまして、トークライブを皆さんとさせていただきまして、最初にトーク。トークは豚ですね。僕は一応ゴリラの方になります。分類的にはゴリラ。僕はゴリラ。それ多いですけど。釣岡でしょうと僕によるトークライブがありまして、2時半から江頭優也のライブをさせていただきまして、そこから抽選会じゃんけん大会に入って、撮影会&サイン会っていう感じで終わりと。形になっております。トークライブ終わり、トークライブ抽選会終わり。イエス。イエス。その流れで、はい、行きたいと思います。500人って先着なんですか。500人は先着です。8時から開始。並ぶ。お店自体が9時に開くらしいんですけど、その前の8時から入場券を先着500名様に配るということで。じゃあ俺らも並ばないといけない。入れないですね。そんなわけないじゃないですか。どうするんですか、入れなかったら。ほんまよね。ということで、お早めに来ていただけると入れる確率が上がるかなということで、来られる際は駐車場の台数も限られてるので、公共機関とかあと車は乗り合わせて来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。なんかライブはバンドでやるんでしょ。そうですよ。そうです。ドラム、ギター、ベース、ピアニッシモ、フォルテッシモ、強くて弱くてですね。ちょっと惜しいですね。パーカッション、ベース、キーボード、コーラス、ギターボーカルっていう感じですね。5人で。あれやるんでしょ。じゃあマイクですってやります。いや、ちょっと真剣に今からライブがあるリハーサルです。マイクテストお願いします。リハーサルが一番緊張。あれめっちゃ恥ずかしいでしょ。マイクテストやってください。どうやるんですか。ヘイ1、2。ちょっと笑わないで一回やりきりましょう。ははヘイワンツー、はい、ワンツー、はへーなー、はははへー。あ、すいません、返しの方をちょっとだけ上げてもらってもいいですか。すいません、あとギターを少しだけちょっと上げてもらえると。はい、よろしくお願いします。はへいはー、あ、いい感じです。ありがとうございます。じゃあ本番よろしくお願いします。やりきりました。あとプレミアム抽選会があります。おお、はい。何か当たるんですか。これはですね、僕も知らないんですけど、ポイントさんが用意してくれて、うわー、優しい、すげえ。 CD を1枚ご購入していただいた方と、ジャッカル製品をですね、購入2000円以上購入していただいた方に、抽選券の券を1枚配布するという形になっておりますので。それは抽選500人の中の。そうです、そうです、そうなんですよ、抽選が。はい。この商品は何かちょっと僕も楽しみなんですけど。なんだろう。なんですか、醤油。醤油、醤油いいね。醤油いいわ、普通にいいですね、醤油は。っていうことで、お伝えしなきゃいけないことは以上かな。あと撮影会とサイン会は時間の都合上全てのお客様に行き届かない可能性もありますので、ご了承ください。はい、はい、まあ詳しい内容はポイントのホームページで再度見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最後に「釣り岡でしょ」のテーマをみんなで歌って、はい、踊りましょう。めっちゃ高いところで弾いてますね。イエス。できますか。皆さんで一緒に行きますか。行きましょう。できます。はい。皆さんご機嫌いかがでしょうか。あて。弾いてないな。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょ。4月23日お待ちしてます。